これは失敗でした。まあ、伸縮性があまりなかったっていうところもあるんですけれども、やっぱりこのチャコちゃんに関してはですね、ちょっと特殊な反応を示すような気がしてきました。今日病院に連れて行くにあたって、ちょっと四苦八苦したんですよね。洗濯ネットに入れようとした時に、逃げ出そうとするスタイルがやっぱりちょっとパニックっぽいんですよね。なのでちょっと賭けというかですね、エリザベスカラーを作ってつけるといいという話もあるんですが、それもひょっとしてつけるとパニックを起こすんだとしたら、この今の病院から帰ってきて、まあ、もう半日経ちますが、ここに来てのその危険を考えると、このまま置いとくっていうのも手かなと、ちょっと糸が気になって、噛んだりしていますが、寝てくれたらいいんじゃないかな。かなり悩んでます。明日の朝で、何事もなければもうそのままいけると思うんですが、どうしようかな。一応作るだけ作るか、作ってつけてみてまた同じようにパニックを起こすんだとしたら精神がね。結局ですね、昨日は、マオイママが、寝ずの番をして、チャコちゃんの、まあ、寝かしつけですねをしてくれていました。今交代して朝7時です。交代してクロケンが担当することになりました。開けるとちょっとまだ怒る感じなんですけど、はい、はい、おやすみ。多少はやっぱり手術後で調子が悪いっていうのはあるんですが、そうそう寝ててくれるとは思えません。これから明るくなってきてですね、眠くないっていう状態になると思うんですけど、その間に、手術のね、縫合した糸を引っ張らないような、誘導をどうするかっていうところにはなると思います。まだちょっと眠いっちゃね、寝てくれるかな。はい、はい、チャカちゃん、しちゃってる。おやすみ。
そこは舐めないんだよ。あ、いい子だね。聞き分け良くなってます。傷口以外は毛づくろいしましたが、傷口は舐めずにこのまま寝る体勢のようです。ちょっとそっとしておきます。おやすみ、おやすみ。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いい子だ、実はですね、こちらの方がちょっと問題でですね、昨日の夜、ジャン君が、入って下痢をしました。ご飯も、昨日食べていません。昨日の夜ですね、何が原因なのかちょっとわからない感じなんです。少し動きも、なんていうのかな、調子悪そうな感じに見えます。今ですね、朝7時ですので、マオイママとクロケンパパ交代しましたが、9時に、病院の方に連絡をして、ジャン君を病院に連れていくということになるかと思います。これから急激な改善が見られなければ、ジャン君はちょっと診察してもらおうということになりました。という事情なのでですね、シオン君、外に出て、遊ぶことがちょっとできなくなりました。ジャン君今ちょっとね寝てるのでね、ケージの中の掃除だけ、今からするからね、一旦朝はちょっとごめんなさい。あとご飯の用意とかね、あれ、しますので、ごめんね。ジャン君は、調子がいい状態かどうかはちょっとわからないんですが、ベッドからこの棚の上に移動してここで寝ています。こんなところで寝ているっていうのも、まあ、あまり調子が良くないっていうせいかもしれませんが、とりあえず変化が起きました。ご飯を食べていないということなので、ご飯を食べたり、あとはね、そうだな、元気に動き回るみたいなことがあればまだ改善かなと思うんですが、これはちょっと、病院の方に連絡をして、今日どうするか決めます。チャコちゃんの方は、今8時です。1時間経ちました。なんだろう、さっきですね、そのなめようとした時にダメだよみたいなことで、おねんねしましょうねみたいなことを言ったら、聞き分けよくですね寝てくれました。ということで、マオイさんの、まあ、昨日の、まあ、介護中に舐めることもなく、そして、今朝になってからもまだ舐めていませんので、舐めたり引っ張ったりねしていませんので、まあ、これは時間経過とともに、傷口は、自然治癒というか、まあ、生理的治癒っていうんですかね、自分で良くしていく、なんていうんだったっけね、になると思いますので、この状態を、まあ、昨日、まあ、お昼頃に手術したんだとすれば、今日のお昼を過ぎたら24時間経つわけですから、だんだん良くなると思います。今9時になります。ちゃんはあれからずっと寝ていますので、大丈夫かと思います。
っちゃんくんがこの棚の上から箱の中に移動して、ぐっすり寝ています。9時ということで、まおいママにはちょっとかわいそうですが、これで起きていただいてですね、病院に連絡をして、まずは思いついたんですが、ちゃこちゃんの方は、昨日から今日にかけて、ほぼですね、舐めようとしたり、糸をかじろうとしたらそれを止めて、寝かしつけるということをしていたわけですから、まあ一晩そのまま過ごせたと。でこの状態を、病院の先生に伺ってですね、傷口の、危険度ですよね、これからちょっと舐めたりしても大丈夫なのか、それとももう少し様子っていうか、舐めないように食い止めなければいけないのかを聞いて、もうちょっと見なきゃいけないっていうことであれば、ジャン君は、クロケンパパ一人で病院に連れて行こうかと思っています。その辺のところ、またこの後の動画でご説明します。ジャン君の様子ですが、病院に電話をして、思っていましたが、アドバイザーの、いろいろ意見と加味してですね、今ちょうど水を飲みました。昨日から水も飲まない状態だったのが、水を飲んで、あとこの棚の移動ですね、こういうのもし始めました。で、活動的に楽しそうに走り回るってことはないんですけれども、少しだけ様子を見ようかっていうふうに、思います。もしもこのままですねぐったりするようであれば、すぐにも病院ですけれども、一旦、まあ成猫の場合はですね、よほどのことがないと、大丈夫だろうという話と、あとはジャン君ですので、昨日のその騒ぎですねによってのストレスっていう、見方が強いかなとも言われました。ということで、本当によくよく見ながら、様子見ました。